Thank you.
詰めたぜ。遊撃士ども、なんという連中だ。ここまで鼻が利くとは。変装して町から脱出するなんて芸の細かいことするじゃない。でも爪が甘かったみたいね。誰も来ない遺跡だと思って油断したのが運の尽きですね。素直にラッセル博士を解放してもらいましょうか。遊撃士協会規約に基づき、てめえらを逮捕、拘束する。あのすかした仮面野郎が見当たらないのは残念だが、はっ、てめえらで我慢してやるよ。ふざけるな。邪魔者は排除するのみ。終了。さすがは遊撃士ども。だが人質がいるのは忘れたか。あんたたち、往生際が悪すぎるわよ。あなたたちの目的はラッセル博士の頭脳でしょ。危害を加えてもいいんですか。うるさい。本当に傷つけられないか試してやってもいいのだぞ。うぜえな。いい加減諦めろ。王国軍だって動いている。てめえらに逃げ場はねえんだよ。何がおかしい。いや何、おめでたい連中だと思ってな。それにそろそろ時間だ。何、エッセル危ない。分かってる。
やっぱり飛行艇。くそ、ここまで大掛かりな組織だったのか。形勢逆転だな。ここで皆殺しにしてもいいが、遊撃士協会を敵に回すつもりはない。そこで黙って見ていれば命だけは助けてやってもいいぞ。この言わせておけば。エステル、ここは彼らの言う通りにしよう。え、従うふりをして隙を伺え、シーザーを運び込もうとする瞬間、そのタイミングで一気に突入する。了解。どうやら諦めたようだな。賢明な判断というものだ。では失礼させてもらうぞ。暇だ。ダメ！何？子供？ティータ？しまった、ついてきてしまったのか。おじいちゃんを返して。返してくれなかったら、調子に乗るんじゃない。まずい。ディータ、ジアガット、アガットさん。おい、子供を撃とうとする奴がいるか。しかもそいつはテスト用の。すまん、船が落とされると思って。まあいい、このまま撤収するぞ。あ、待ちなさいよ。あ、おじいちゃん。ディータ、とりあえず一旦サイスに戻ろう。あの飛行艇のことをギルドに報告しなくちゃ。うん、ディータ、辛いとは思うけど。なんで、どうしておじいちゃんが。ひどいよ。チリ、ちょっと言ったはずだぜ、足手まといはついてくんなって。お前が邪魔したおかげでじいさんを助けるタイミングを逃した。この責任どう取るつもりだ。私そんなつもりじゃ。おまけに下手な脅しかまして命を危険にさらしやがって。俺はな、お前みたいに力もないくせに出しゃばるガキがこの世で一番ムカつくんだよ。ちょっとどうしてそんなひどいこと言うの。ただでさえおじいちゃんがさらわれたばかりだっていうのに。だから言ってるんだ。おい、チビ、泣いたままでいいから聞け。お前このままでいいのか。じいさんのことを助けないでこのまま諦めちまっていいのか。だったら
ふぬけてないでシャキッとしろ。泣いてもいい、わめいてもいいから、まずは自分の足で立ち上がれ。てめえの面倒も見られねえやつが人助けなんざできるわけねえだろ。それができないんだったら二度と俺たちの邪魔をするな。子供らしくベッドで毛布かぶってメソメソ泣いてやがれ。俺としてはその方がよっぽど助かるけどな。ティータ、大丈夫だよお姉ちゃん。私一人で立てるから。やればできるじゃねえか。本当にごめんなさい。私のせいであの人たちに逃げられちゃって。バカ、謝ることなんてないわよ。うん、ティータが無事でよかった。ありがとうお姉ちゃん。お兄ちゃん、アガットさん。なんだ、文句なら受け付けないぞ。ありがとうございます。危ないところを助けてくれて。それから励ましてくれてありがとう。励ましたわけじゃねえ。メソメソしてるガキにカツを入れてやっただけだ。そうですね。だから泣いてたくせになんでそこで笑うんだよ。調子の狂うガキだな。あんたね、お礼くらい素直に受け取りなさいよ。ほんとひねくれてるんだから。いや、アガットさん単に照れてるだけじゃないかな。あ、なるほど、可愛いとこあるじゃない。そこうるせえぞ。まあいい、とりあえず速攻でギルドに戻るぞ。どうやら連中の背後にかなりの大物がいるのは間違いない。気は進まねえが軍と協力する必要もあるだろう。急いだ方が良さそうですね。どうしたの。いや、なんでもない。ちょっとめまいがしただけだ。まさか私をかばった時に。そういえばひょっとして撃たれていたんですか。かすり傷だ、大したことはねえ。でも私のせいで。あのな、このくらいの傷なんざ日常茶飯事なんだよ。うだうだ言ってないでとっととツァイスに戻るぞ。おや、お前さんたちは。あれ、エルモの帰りに会った。あの時は道案内してくれてありがとうよ。しかしまたカイドウで会うとはなかなか縁があるじゃないか。そうかもね。そういえばおじさんもエルモで温泉に入ってたわけ。その通りだが、おじさんはやめてくれよ。おっと、そっちなんちゃんはどうやら初対面のようだな。顔色が悪そうだが大丈夫かい。え、うわ、何その顔色。あ、
ウガタさん。うるせえ、大丈夫だって言ってる。ちょっと待って。まずいな、瞳孔が開き始めている。あの時の玉に何か押し込まれていたんだ。何かってまさか毒？間違いなさそうだな。瞳孔が拡大してるということは植物性の神経毒かもしれんぞ。その可能性が高いと思います。断言はできないけど、このままだと危険かもしれない。そんな。とにかく急いで治療できる場所に運ばなきゃ。リータ、この辺りで治療できる場所ってある？中央工房4階に医務室があるの。だったらそこに案内してくれ。俺がその若いのを運ぼう。え、いいの？見ての通りこのガタイだ。重い荷物運びなら任せておきな。それにどうやら同業者のようだしな。同業者って、もしかしてあなたも？自己紹介がまだだったな。ジン・バセック、共和国のギルドに所属している。よろしくな、リベールの遊撃士さんたち。